はいどうも、井上洋介です。今日はですね、分散投資についてお話をしていきたいと思います。で結構ですね、僕もいろいろなセミナー行ったりして、セミナー終わった後にですね、受講者の方とお話ししてる時に分散投資僕もちゃんとしてますとかって言ってくれるんですけど、こう,うちは聞くとですね、あんまりそれ分散投資の効果出てないなみたいなところがあったりするので、そのあたりのお話ですねで。先にヒントを出しておくとですね、分散投資する時にはちゃんと資産の関係っていうのを分かってないといけないよっていうことなんです。では、詳しく解説をしていきたいと。 思います。 分散投資が大切っていうのはですね結構よく知れ渡っていることなので皆さんですね投資する時に関しても一つの投資じゃなくていろんなものに分散するって言って何個かに分けてる方たくさんおられるんですよでもただなんとなく分ければいいっていうことではなくて効率の良し悪しっていうところでより資産ごとに上手に組み合わせることによって分散投資の効果っていうのが変わってくるんですよね でこの分散投資っていうところなんですけどそもそもですね投資のリターンって何が大きく結果に影響を与えているかって言ったらどの資産に投資しているかっていうところが結果の多くを占めるっていうことがある程度わかっているんですよね例えば一つのデータでお話しするとブリンソンフッドビーバワーはごめんなさいどっちがどっちか忘れました2人の方が 発表している論文があって、その論文の中では、ポートフォリオのリターンの93.6%がアセットアロケーションによるものと結論付けられました。で、どういうことかって言ったら、ポートフォリオってのは投資、信託とかの組み合わせですよね。で、それのリターンはほとんどがアセットアロケーション。これは アセットは資産ですね。アロケーション配分とかって意味なので、ま資産配分が大きく結果に左右してるよっていうところで、要は何に投資してるかっていうのが大切だよっていうことなんですね。で、これはすごくシンプルな話で、例えば移動手段ってたくさんあるじゃないですか。車とか徒歩とか自転車みたいなことがありますよね。で、考えてほしいんですけれども、例えば自転車っていう、 移動手段がありますよねで。僕はもうすごく自転車が好きで一時期クロスバイク持っていたりしててでロードバイクとかってもっともっと速いですねでママチャリに比べたらクロスバイクってめっちゃ速いでも自転車がどんだけ速いって言ったとしても車より速くは走れないと思うんですね車でマックス百何十キロ出て出るでもチャリンコで百何十キロでちょっと出るのかな 出ないですよね。多分、競輪選手70キロぐらいって言ってたから、多分限度があると思うんですね。要は、自転車でどんだけ速いって言っても、その限度っていうのがありますよね。車にもそれの限度がありますよね。車で距離移動するよりも、飛行機の方がやっぱ到着時間としては、かかる移動時間としては短いですねっていう風に、何に乗るかっていうところが大きな。 移動手段としてはポイントですねで。その中で要は車種とかの違いっていうのは誤差っていうところだから投資信託でも株式に投資するその株式の中でいろんな商品っていうのがあるけれどもやっぱり株式に投資しててていいるっっうう根本ののととこころの誤差っていうことですね。だから株式に投資するのか債券に投資するのかみたいな要は投資対象っていうところが結果を大きく決めるよっていうことを今のは言ってるわけなんですよ。 ただそんなこと言ってしまったらアクティブファンドの存在意義を完全に否定しているようなものになってくるのでいやいやそれは間違ってるよみたいな感じで、まあ、いろんな反論意見が出てるんですよねで、まあ、実際見られてるあなたもいやそんなことないやろって思われてるかもしれないです、ね、で実際その反論を受けてもう一回ヴァンガードっていう、まあ、これもインデックスファンドの会社なので、まあ、結構バイアスはかかってるんじゃないかなと思うんですけれどもヴァンガードも調査をしていてその結果としては2003年ぐらいに してるんですけれどもほぼ同様ですね420の投資信託を対象とし平均で月 リターーンンののの変化量76.6%がアアセットアロケーションによるるものと結論付けましたってていいう形で書いてあるんで書あんすねだから、どれぐらいの影響を与えるかっていう、その誤差は若干あるだろうけれども、やっぱり大切なことは、どの資産に投資をするか、この配分っていうのを考えるっていうのが、やっぱ大切、分散投資ね大切っていうところなんですよ。で、この資産の関係っていうところもすごく大切で、相関係数とかって聞いたことありますかねこれ資産がどういう関係性を持ってる かっていうのを表すんですねで、分散投資においてこの相関係数ですごく大切で簡単に説明をしていくと相関係数っていうのは1から -1 の間でその関係性を表すことができるんですねで、そんなに難しい話じゃなくてここに表示している通り相関係数が1に近いっていうのはですね比較している2つは同じような動きをするってことなんですよ例えば a と b という2つの資産がありました で相関係数が1っていう場合に関してはもう全く同じ動きをするんですね A が値上がりしてるとは B も値上がりするし逆も下がったら下がるみたいな感じで同じ動きをするようなっていうのが相関係数1ってことなんですで相関係数0に近いっていうのは2つは全く根本なる動きをするつまり全く関係性がないってことですねもう全然もう連動も何もクソもない全然別物だよっていうことですで相関係数が -1 に近い っていうのは比較している2つっていうのは反対の動きをするってことなんですねつまり a が上がってるときは b は下がるし a が下がったら b は上がるみたいな感じの関係性なんですねということはですよ分散投資をするときには相関係数は1に近い方がいいのかマイナス1に近いの方がいいのかって言ったらどっちかわかりますかこれマイナス1に近い方がいいですよね要は何かが 暴落した時に何かが暴落しなければその分リスクは下げられる。だから分散投資しましょうよっていうお話ですよね。ということは相関係数がマイナス1に近い方が分散投資の効率が良くなりますよね。 で、じゃあ株式で投資信託2つ持ってます。で、これで分散投資してますって言った時に、じゃあ相関係数で見た時にどうかって言ったら多分株式の投資信託 A と株式の投資信託 B って、まあ、そんなに差はないと思うんですよね。相関係数で言ったらやっぱ株式に投資してるから似たような動きをするはずなんですよ。やっぱり相場全体が下がってる時っては両方とも下がるから相関係数は高いですね。維持に近い。 んですよということはあんまり分散投資しているけれども効果としてはあんまりないですよねだから分散投資する時に関しては株式と債券みたいな関係をしないといけないんですでこの相関係数っていうのはどこで調べられるかって言ったらネットで検索したら出てきますで例えばいろんなデータがあるので紹介しようとするとモルガン・スタンデーの「ガイド・トゥ・ザ・マーケット」っていう、まあ、PDF のなんかこう4ヶ月に1回かな発行している資料があるんですねこれ結構細かかく書いてるから 結構有意義なデータだと思いますこれがね著作権のあれでちょっと載せていいのか分かんなかったのでちょっと不安なので載せずに詳細欄にリンクだけ貼っておくんですけどそこのねところに各資産ごとの相関係数ってブワーって全部書いてるんですよだからそれ見てもらったらどどののののの資資産産とががが相関係数が高いいかかか低いのかっていうのが分かりますでその中で1個データを使おうとすると例えば日本株と日本債券っていうこの2つの相関係数を見たら直近10年間で毎 マイナス -0.38 って出てるんですよねということは比較的マイナスに近いっていうことは逆相関だから株価が上がっている時というのは債券は下がるし株価が下がっている時っていうのはあんまり債券が値下がりしないむしろ上昇する可能性が高いっていうことなんですねだから分散投資をしようと思ったらこの逆相関な組み合わせをしていく方が分散効果が大きいっていうことなんですね ただ、この相関係数ってね、まあ、あくまでも参考にしかならないっていうところはあるんですよ。正直ね、直近何年間で見てろかって話で、 モルガン・スターレンの資料を見てもらっても分かるんですけど直近確か2年と10年2つ載ってるんですけどやっぱ係数違うんですよねでこれが30年とかっていうさらに長期で見た場合に関しては相関係数は変わってくるっていうところがあるから、まあ、これに幻滅に合わして分散投資したって、まあ、この相関係数は変わっていくっていうところがあるので、まあ、参考ですね傾向としてしておく方がいいと思います一般的には株価が上がっている時では債権は値下がりするし逆になりやすいっていうところがあるので、まあ、傾向として逆相関するっていう いうことが分かっていれば分散投資する時に株価が上がった時でもその時に下がった時に怖いからじゃあ債券ちょっと入れとこうみたいな感じでこの上手に組み合わせることによって分散投資っていう効率を上げていくことができますでこれよりさらに詳しくですね標準偏差とかってなってきたらかなりお勉強感が強くなってくるとか動画としても長くなってしまうのでま一旦ここまでっていうところで分散投資するっていう時に関しては相関性が高いもの同士を合わせても効率が悪いから相関係数っていうのを知って で上手に逆相関のものとかを組み合わせないといけないよっていうお話でした今日のお話は以上ですもしよければですねチャンネル登録もお願いします最後までご覧いただきありがとうございました